ロザリンド・エリコット、1890ロザリンド・エリコットはイギリスの女性作曲家、ケンブリッジに生まれる。父親はグロスターやブリストルの主教であり、音楽にはまるで関心がなかった。一方、母親は声楽家でロンドン・ヘンデル教会やグロスター・フィル・ハーモニー教会の創設に関わっている。1874年から1876年まで、 英国王立音楽院にてピアノをフレデリック・ウェイ・ストレークに指示。在学中はウィリアム・スタンデル、ベネット・門下のトマス・ウィンガムにも7年間指示した。最初の出版作品は1883年に発表された商品集である。その後は合唱と還元楽のための野心的な作品を作曲するようになり、伝統的に構成されたロマンティックな雰囲気の作品を手掛けた。 多くの作品がグロスターの音楽祭で上演されるようになる中、19世紀末までに室内楽に関心を寄せるようになる。どうやらもっと演奏の機会が増えることを望んでいたらしい。とはいえ1900年頃になると時として世間から距離を取り始め、第一次世界大戦後は南の沿岸部に移り、1924年にシーソルターにて他界した。ケント州は バーチントン・オンシーの教会の付属墓地にある実家の墓所に埋葬されている。今日まで現存するエリコット作品は多くない。多少の歌曲や気楽曲を別とすれば、出版譜として残されたことが分かっているのは、カンタータ、エールシオンの他に、ピアノ三重奏曲第一番及び第二番である。同時代からは好意的な評価を受けており、 ヒューバート・パリーは金管楽器の扱いに手慣れており、まるで20年間も携わってきたかのようだと述べており、中には男性作曲家の作品よりも優れているとの感想を漏らす者もいた。現存する作品の多くは重厚なテクスチャーと豊かな楽器法によって練り上げられたブラームス風の濃密で精緻な作曲様式をとっていて、例えばピアノ三重奏曲、 第2番のような室内楽曲にもこのような特色が見受けられる。ありがとうございます。